続いてリポートです。和歌山県との境にある山あいの村、野瀬川村は雲海が発生しやすい場所として写真の愛好家たちに人気があります。大型連休中、村に愛好家たちが集う食堂が3日間限定で開かれました。雲海を通して村を盛り上げようと食堂を切り盛りする女性を取材しました。午前5時、カメラを構えた人たちが野瀬川村に集まります。朝日に輝く雲海の写真を狙う雲海ハンターたちです。今日ちょっとあんまりたまらなくてちょっと残念なんですけど、野瀬川村は一年中見えるらしいですけど、出るか出ないかはあとは運みたいなことは書いてありましたけど、今回は運がなかったですね。雲海はいつも見られるわけではありません。湿度が高い日に放射冷却現象によって冷やされた水蒸気が雲になって集まり、雲海が現れます。太陽の光を浴びて金色に輝く雲が一面に広がる様子が魅力です。撮影を終えた人たちが集まる場所が麓にあります。春と秋の連休中、それぞれ3日間だけ開かれる期間限定の食堂です。食堂を開いているのは千葉県に住む出本勝代さん。3年前から休日を利用して父親が住む家で料理を振る舞っています。早朝から店を開けていることもあって、雲海ハンターが集まるようになり、情報交換の場所になりました。あ、先ほどもすごい見れました。いや、もう出てよ。おはようございます。午前7時、雲海ハンターたちが続々と集まってきました。見えても見えなくても朝の様子を報告します。今日はいけると思ったんですけどね、あんだけね雨降って、あ、今日は絶対いけるわと思って。初めて雲海を見に来たこの2人も食堂の噂を聞きつけやってきました。初対面でも雲海の話を通してすぐに打ち解けます。あの、誰かが言ったよ、あの常連の方が4歳おられてここへ来てはるみたいですから、またいろいろ教えていただけたらと思いまして。楽しかったです。みんなこうなんか家に集まった友達みたいで、ちょっと良かったですね。野瀬川村は周囲を山々に囲まれた自然豊かな村です。人口はおよそ450人、過疎化が進んでいます。村に帰るたびに昔のような活気がなくなっていると感じていた出本さん。雲海が見られる村として多くの人に知ってもらい、にぎわいの拠点になればと食堂を開きました。一人でやってる。大変じゃないですか。大変ですね。その遊べるそういうのも何もないし、村の人ともこうあんまり会わへんっていうのがちょっと寂しいし、買い物一つもやっぱりできひん。前はねお店あったんですよ。やっぱりそういうのがねあれば役に立つし、うん、いいかなって思いますね。食堂で振る舞う料理には地元で採れた食材を使うようにしています。特産の新鮮なわさびをすりおろしたわさび丼は雲海ハンターに人気です。おいしい、あのすごくすごく効きますわさび。これでありがとうね。いやいやいや、村の人たちも食堂に集まるようになりました。見れる回数って少ないわけやんか、だから余計かも。雲海を見に村を訪れた人とも自然と仲良くなります。食堂には村で撮影された雲海の写真が飾られています。実際に見られなかった人に雲海の美しさを少しでも感じてほしいとハンターが持ち寄りました。見てみたいですね。見てみたい。すごいな、色のコントラストがめっちゃすごいね。ねえ、あっちの写真とかももうすごい。3日間しかない営業期間を狙ってアメリカからも観光客が訪れました。雲海。
このマウンテン、マウンテンのビトゥインにクラウドがライクシー。去年から勉強を始めた英会話を駆使して雲海を PR します。あの人ら全員すごい、うん、ルッキング見に来るハンターよ、ハンターよって、ハンターよって。So I think the sea of clouds, oh, the sea of clouds is very beautiful and something that is inspiring to be able to see such beauty in nature. 営業最終日の朝、出本さんは村を一望できるお気に入りの場所を訪れました。多くの人に野瀬川村の雲海を知ってもらって村を活気づけたい出本さんの願いです。でも雲海見れるっていうだけでなんかやっぱり村としたらなんかある意味なんか観光地じゃないけど来て訪れたくなる村みたいな場所みたいなになってほしいなと思いますね。来年には村に移住して本格的に食堂を始めようと考えている出本さん。噴火を通して野瀬川村ににぎわいが戻ることを待ち望んでいます。次の食堂の営業日は10月8日からの3連休を予定しています。また出本さんは将来食堂に加えて民宿を開くことも検討していて、宿泊してもらって早朝雲海を見に行ってもらいたいと話していました。いいですね。リポートでした。さて、奈良これ、次も野瀬川村の話題です。伊田谷さんです。こんばんは。こんばんは。こんばんは。先ほどのリポートの食堂のあの、わさび丼。わさび丼。すっごく美味しそうでしたね。ねえ。ですよね。うん。そんな野瀬川村で今、収穫を迎えているのがこちら。わー。沢わさびです。ねえ。おろし方ですりおろしてましたもんね。そうなんですよ。香りもすごく良さそうでしたね。そうですよね。ただ5年前、紀伊半島の豪雨災害でわさび栽培は壊滅的な被害を受けました。その後、さまざまな苦労を乗り越え、今年5年ぶりの収穫が実現しました。1000メートル分の山々に囲まれた野瀬川村。清流に恵まれた自然豊かな村です。綺麗ですね。村の中心部からさらに山奥へ、車でおよそ10分。野瀬川村のわさび田に到着しました。おー、どうですか。うわー、これですか。すごーい。わさびってこんな感じで育てられるんですね。そうですそうです。林業の仕事をしながら村の仲間たちと協力してわさび栽培を行っている津田明さんです。わさびは奈良県でももう野瀬川にしかないっていうことを聞いて、じゃあやっぱのわさびを守っていこうねっていう。湧き水が豊富な野瀬川村ではわさび田を段々にして水を流しながら栽培する方法を行っています。春になり白い花が咲くとわさびの収穫期を迎えます。津田さんの指導で収穫を体験させていただきました。難しいんじゃないの。深く持って詰め、一度グッと上げてみてください。グッ、そう、ゆっくりゆっくり洗いながら。なんか怖い、折れそうで。頑張れ頑張れ頑張れ。はい、OK です。上げてみてください。わー、抜けた。すごい。いいじゃないですか。やったできました。大きい当たりです。わー、すごい。へー、薬味として食べるのは葉と根の間の根茎という部分。地元の人は芋と呼んでいます。うん、地元のお宅でわさび料理をいただきました。いいな。花芽の三杯酢漬けに、うん、わさび漬け、そしてこちら、茎の葉寿司ならぬわさびの葉寿司です。
中には野瀬川村で採れた甘ごとわさびが入っていて、わさびの葉で巻かれています。合いそう。いただきます。あ、そのまま、ね、食べるんですね。あ、そうだ。来たでしょ。来ました。先に取ったわさびを吸って、で中入れてあるんで、すごい風味が良くて美味しいです。須田さんが今年わさびの収穫に至るまでには度重なる苦難がありました。後継者不足のため平成9年頃から生産量が減少、うん、平成13年にはピーク時の6割にまで落ち込んでしまいました。そこで生産者と林業を営む村人が協力して、野瀬川村沢わさびを守る会を結成。県内外からボランティアを募り、復旧作業に取り組みます。こうした努力が実って、平成19年にはピーク時の8割にまで回復することができました。そうだったんですか。ところが5年前、うん、紀伊半島豪雨災害が野瀬川村を襲います。復活したわさび田はほぼ全壊。わさび栽培は最大の危機を迎えました。もうそのままやめてしまいたいぐらいのところなんですけど、やっぱりあの国や村があの災害復旧工事で応援してくれますよって言ってくれたんで、じゃあなんとかもう一遍やってみようかって。ところがさらに試練が。3年かけて収穫にこぎつけた矢先、野生の鹿にほぼ全てのわさび田を荒らされてしまったのです。鹿にここを食べられてしまうんです。わさびは上へ上へこうこの芋が成長していくんですけど、もうそのわさび自体が成長しなくなる。津田さんたちはそれでも諦めず、山とわさび田の間に獣害対策ネットを張るなどして再び栽培を続けました。そして今年ようやくわさびの収穫が実現したのです。津田さんにとって実に5年ぶりの収穫となりました。ほとんどのわさび田は被害を受けましたが、で一度植え替えました、しかり全滅になりました、植え替えました、そんなことを2年ぐらい繰り返しましたんで、で本当やっとっていう思いと、いや苦労ですよ、やっぱり今度はやっぱ作ったわさびをしっかりとこう売っていかないと、あの本当に今年本当にスタートなんです。こうさまざまな苦難を乗り越えて、今年ようやく収穫、もう今年のわさびの味、津田さんにとって格別でしょうね。そうですね、感動もひとしおでしょうね。はい、これからはやはりこのわさび栽培を守っていくことが何よりも大切だと津田さんはおっしゃっていて、後継者を残していくためにわさびのオーナー制度というものを行っています。はいはい、それはあの年に2回野瀬川に村に来る機会を作って、それを5月の下旬に芋の収穫だったり、食べるところね、そうですね、そういった取り組みもされています。まあ、そんな中で津田さんは村にこういろんな人が集まると村の人たちもすごく喜んでくれるので、こうわさびで野瀬川村を活気づけたいとおっしゃっていました。三寺さんね、あの収穫した時のわさびぐっと重かったんじゃないですか。重かったです。なかなかこう抜けなくてすごく難しかったんですけれども、津田さんに何とか教えてもらいながらすごく私は楽しめました。津田さんたちの努力の結晶でしょうね。はい、こうした青したわさび田がどんどん広がっていけばいいですね。そうですね。はい、ならこれでした。では続いてホットアングルです。山々に囲まれた奈良の野瀬川村は1年を通して雲海が発生しやすいため、写真の愛好家たちに人気があります。そんな雲海ハンターたちが集まる村に、大型連休中の3日間だけ小さな食堂がオープンし賑わいました。雲海を通して村を盛り上げようと食堂を切り盛りする女性を取材しました。午前5時、カメラを構えた人たちが野瀬川村に集まります。朝日に輝く雲海の写真を狙う雲海ハンターたちです。今日ちょっとあんまりたまらなくてちょっと残念なんですけど、出るか出ないかはあとは運みたいなことは書いてありましたけど、今回運がなかったですね。雲海はいつも見られるわけではありません。
湿度が高い日に放射冷却現象によって冷やされた水蒸気が雲になって集まると雲海になります。太陽の光を浴びて金色に輝く雲が一面に広がる様子が魅力です。撮影を終えた人たちが集まる食堂が麓にあります。開いているのは千葉県に住む水本克代さん。3年前から父親が住むこの家で料理を振る舞っています。食堂は住んでいる千葉での仕事の合間を縫って営業しています。食材の購入や調理なども一人でこなすため、春と秋の連休中それぞれ3日だけしか営業できません。野瀬川村は周囲を山々に囲まれた自然豊かな村です。人口はおよそ450人、過疎化が進んでいます。村に帰るたび昔のような活気がなくなっていると感じていた出本さん。雲海が見られる村として多くの人に来てもらい、にぎわいの拠点になればと食堂を開きました。聞いた私、そのために学会まで出てるんですよ私。その遊べるそういうのも何もないし、村の人ともこうあんまり会わへんっていうのがちょっと寂しい。買い物一つもやっぱりできひん。前はねお店あったんですよ。やっぱりそういうのがねあれば役に立つし、うん、いいかなって思いますね。あ、先ほどほんま見れました。え、いや、もう全然おはようございます。早朝から店を開けていることもあって雲海ハンターが集まるようになりました。見えても見えなくてもお互いに朝の様子を報告します。今日はいけると思ったんですけどね、あんだけね雨降って、あ今日は絶対いけるわと思って、うん、初めて雲海を見に来たこの2人も食堂の噂を聞きつけやってきました。初対面でも雲海の話を通してすぐに打ち解けます。前はね嫌やから抜けへんね、車の時ながらみたいな。常連の方が4歳おられてここへ来てはるみたいですから、またいろいろ教えていただけたらと思いまして。食堂には村で撮影された雲海の写真が飾られています。実際に見られなかった人に雲海の美しさを少しでも感じてほしいとハンターが持ち寄りました。見てみたいですね。すごいな、色のコントラストがめっちゃすごい ね、 ね、あっちの写真とかももうすごい、うんうんうん、雲海を見たことがないアメリカからの観光客も食堂の噂を聞きつけて訪れました。このマウンテン、マウンテンのビトゥインにクラウドがライクシー。去年から勉強を始めた英会話を駆使して雲海を PR します。すごい、ルッキング見に来るハンターよ、ハンターよ、ハンターよ。So I think the sea of clouds, oh, the sea of clouds is very beautiful and something that is inspiring to be able to see such beauty in nature. 食堂で振る舞う料理には地元で採れた食材を使うようにしています。特産の新鮮なわさびをすりおろしたわさび丼は雲海ハンターに人気です。おいしい。すごく。すごく効きますわさび。これでありがとうね。いやいやいや。村の人たちも自然と食堂に集まるようになりました。見れる回数って少ないわけやんか。だから余計とも上がらへんけど。雲海を見に村を訪れた人とも仲良くなります。雲海を見に来たんですけど、友達と一緒にと僕は見れてないですね。楽しかったです。みんなこうなんか。家に集まった友達みたいでちょっと良かったですね。この春食堂を開いた3日間は
運悪く雲海が一度も現れませんでしたが、食堂には多くの人たちが訪れました。雲海見れるっていうだけでなんかやっぱり村としたらなんかある意味なんか観光地じゃないけど来て訪れたくなる村みたいな場所みたいなになってほしいなと思いますね。来年には村に移住して本格的に食堂を始めようと考えている出本さん。雲海を通して小瀬川村ににぎわいが戻ることを待ち望んでいます。うん、雲海って見たことあります？あまりないですね。あまりない。一回もないです。ないですか？はい。綺麗な景色でしたけどね。雲海ハンターって言うんですね。海の景色を撮りに行くような感じなんです。まあ、見られなかったのちょっと残念ですけども、なんか雲海ハンター同士の会話とか、いろんな集まったその集いが思い出に残りそうです。そうですね。その集った食堂の営業なんですけれども、次回は10月8日からの3連休を予定しているそうです。将来は食堂に加えて民宿を開くことも検討していて、早朝じっくりと雲海を楽しんでもらえるようにしたいということです。